開発者たちの思いを乗せた革新的衛星技術実証2号機。そこに集結した14の技とは。革新的衛星技術実証2号機には9機の衛星が搭載されている。その一つが高知工業高等専門学校の光線1。7メートルの長いアンテナが搭載されたこのキューブサットは、全国の国立高専10校が連携して開発。衛星のコントロールに必要な小型のホイール用モータやコンピュータのソフト開発など、学生らが一からものづくりに関わった。この衛星で木星の電波の観測にチャレンジする。組織の連携をスムーズに行うために、毎週1回ですね、30人近い開発メンバーでオンライン会議を、開いてきました。でこれは多分新しい連携開発のやり方としてですね、モデルになるんじゃないかと思っております。手作りの衛星が宇宙へ。この夢の実現で今後の衛星開発の裾野を広げたい。開発のその先にある未来。この超小型衛星開発っていうのはですね、私究極のものづくり教育だと思ってるんですね。超小型衛星開発というのを継続的に行っていくというのがですね、そのものづくり教育に非常にこう重要なインパクトを与えるんじゃないかなというふうにこう実感を持っております。学生たちの夢を乗せた衛星の打ち上げは間もなく。